サワディカップ、ジョニーカップということで、タイバンコクから送り届けておりますけれども、はい、今日はですね、バンコクの中心街からバイクでね、2、30分かけて、とあるところにやってきたんですけども、今日のお店だいぶ気合入ってます。激辛ラーメン、サウナラーメンになります。ラーメンリキさんにお邪魔しております。じゃあちょっと行きましょうか。レッツゴー。入っていきましょう。ここですね。これラーメンリキさん。なんか一見蒙古タンメン中本みたいな。Made in Japan. Yeah, from Japan. Okay. Yeah. あ、こんにちは。30分以内に完食したら、はい、なんか無料になるみたいなチャレンジなんですか。あ、もうやってないですか。はい、あ、それはもう打ち切ったって感じ。どうなんですかそれ。だから東京も閉店して今こちらになった。あ、そうなんですね。はい、そうだった。やっぱでも30からここで食べれるんですね。はい、なるほど、はい。了解です。ありがとうございます。はい、じゃあ30から。ありがとうございます。さんはどれぐらいやられてるんですか。もう2年ですね。あ、はい、ということでこちら来ました。サウナラーメン30からでございます。で、ちょっと冒頭申した通りなんかね、これ30分以内に完食してなんか無料になるみたいなそのチャレンジはなんか昔そのトンロー店、なんかトンロー駅の近くでやってた支店でやったんですけど、まあ、なんかもうそれなくなっちゃったらしくて、ここはまあ一応30からは食べれますよっていう感じです。はい、なんで、まあ、チャレンジメニューではないんですけれども、まあ、それと同じ辛さを堪能できるということになります。いただきます。さあ、サウナラーメン30からお手並み拝見ですよということで、さあまずはね、勢いよくスープを吸っていきましょう。いただきます。辛いね、すごい。スープがもうドロドロしてるけど、入ってる具材ね、これお肉、玉ねぎ、クラゲ、あとニラとか白菜かな、キャベツかな。うん、一口すすっただけでサウナに入ったかのように汗が出てきますね。申し分ない辛さだ。スープは味噌ベースですね。本当にサウナだこれ。汗が止まんない。うん、どうも。辛くて、でも美味しいです。もうサウナ10分3セット入ってるみたいな感じですね。水風呂入りたくなってきた。じゃあ残りスープのみとなったんでね。カレーよし、じゃあ行こう。うん、
ごちそうさまでした。いや仕上がったね。完食しました。ということで辛さレベルの発表していきましょう。ラーメン力さんのサウナラーメン30から辛さレベル、じゃららじゃ辛さレベル 8.5 です。味噌ベースのスープにね、野菜の旨みが非常に、美味しく食べれました。今日はね、ヒカルチャレンジメニューと同じ、料理を食べたということでね、チャレンジ成功ということで、コップンカップ。